テリミテイサーです。はい、今回もめちゃ投げモンスターボールで遊んでいきます。ピクティに前回ゲットできて本当に嬉しかったんですけど、今日は誰に会えるかな。ポケモンゲットいきます。冒険へゴー。投げモーションで行きましょう。はい、始まりの始まりの洞窟。ちょっとね、そろそろ全部埋まるっていう状態を一つ一つ作っていこうかなと思っているんですよね。どのポケモンにする？お？全部ゲットしたことあるやつじゃん。絶対ゲットしようぜ。え、じゃあ可愛いのにしよう。ポケモン発見。エレズンだっけ？ゲットチャンス。岩の裏に。マゲモーションだ。これはねちょっと苦手なんだけど。かわいいね、こんな感じで隠れると一発ゲットできるかな。いけいけ。よし、ゲットできた。ゲットだぜ。もう一回ゲットしたことがあるやつはもうね、新しいポケモンっていうカウントにはならないので褒められないんですけど、まあまあレベル上げにはなります。そもそもね、まだエイズのちっちゃいやつだからそんなに上がんないんだけど、今回は森。まだゲットしてないの。あ、いるいる。ヤナコかな。これはキモリかな。これヒメグマ？あー、ここら辺だな。じゃあこれにしよう。ポケモン発見。あ、かわいい。連続木の実投げモーション。連続か。モンスターボールを。リングマになるとやばい、強くなるけどね。怖い感じになっちゃうけど、ちっちゃいうちは可愛いね。ノーマルタイプヒメグマ。あ、思ったより上がった。3体ぐらいずつ捕まえていきたいんだよな。あ、あ、町に行きたかったのに。え、全部捕まえちゃったんじゃない、ここ。さっきと違うメンバー。ティグラ？ポケモン発見。お、すごいいっぱい出てきた。連続ボール投げモーション。ボール投げモーションね、今度は。これもでも横振りだよね。エクセレント。いけー。ゲット。やったぜ。新しいティグだ。いいね。地面タイプティグだ。お、洞窟はどうかな。これでもうクリアかな。他にもいたかな。マークがつくんですよね。アポダイナじゃなくて、始まりのでこう流れてった時に。あ、もう出ました。ということで、ここはもう全部ないね。ね、星のマークがついてたの、わかりますか？はい。これはもう全部クリアしたっていう証拠。じゃあちょっと広大な行きます。
広大なも星のマークついてるのがあるので、それは避けて通りたい。はてなになっちゃったけど、広大な砂漠、砂漠、うん、砂漠いいね。近くにポケモンがいるぞ。これはオノノックス絶対ゲットしようぜ。あ、だけどポケモン発見、ゲットチャンス、岩の超速モーションだ。素早く投げモーション、これあれかな、まっすぐとかなるやつかな。オノノクスか。最後まで私が覚えてたらこれでちょっとゲームをしていこう。もう少し、はい、ゲット、ゲットだぜ。はい、オノノクスゲット。いいねいいね、やったね。これで砂漠も埋まる。ドラゴンタイプと一通り流してみてみよう。レベルアップ、ラベルアップ。あ、結構上がる、すごい。さあ見てみると、砂漠どうかな、砂漠、あ、砂漠まだ星ついてないからまだいるんだ。そっか。広大な草原。さあ、草原はどうかな。近くにポケモンがいるぞ。ケンタロス。あ、これわかんない。これ、ヒノアラシ？あ、結構捕まえてないのいっぱいいるじゃん。じゃあ、ケンタロス行こう。ポケモン発見。何回かやろうかな。全部？全部埋まってなかった？あ、投げモーションだし。タイミングを合わせて投げモーションしよう。このタイミングに合わせるのね。今だ。お、まっすぐ、ちょうど真ん中って感じ。あ、いいんじゃない。どうかな、結構初期キャラだからあんまり上がんないかな。ノーマルタイプ、あ、そこそこに、あ、結構行く。なんか草原は思いのほか進んでなかったからもう一回ぐらい行こう。さっきとは違う感じ。メタモンと、あ、さっきも出てきたやつ。あ、ゴンベー。え、個人的な好きだからっていうことで、ゴンベで。いいね、かわいい。あー、なるほどね。モンスターボール。エクセレント。ゴンベだもんね。いっぱいあげればなんかゲットできそう。もう少し。どうかな。よし、ゲット。やったぜ。ゴンベゲット。ノーマルタイプ。かわいいな。はい、レベルアップ。レベルアップ。投げモ
あ、雪山はもうクリアしてるやつ。近くにポケモンがいるぞ。これ長押しすれば戻るのかな。これで長押しして戻ったことないんだよね。いける。なんだ、これで初めのモードまで戻っちゃうかと思ってたらそうじゃないんだ。さあ、ハテナにしたらどこ行くかな。砂漠、砂漠をやらせたいのね。あ、なんかあれ、どのポケモンにする？レナップのシーンか。これヨーギラスだよね。確定してるからこれにしよう。違う？なんか色違う、思ってたんと違う。誰？タイミングを合わせて。ああ、言ったけどなんだっけ名前。は 50% の割合で取れるか取れないか。え、名前なんだっけ。進化前もあんな感じの顔だったよね。さあ、もう一回行こう。これどうやら私投げるの早いから、ほんと真ん中ぐらいに来てからでいいんだよね。もうこんな感じ。こんなんもうあれでしょう、完全大丈夫でしょう。うん、いい音。やっぱりいい音。なんだろう、エクセレントの時になるのかな。ズルズキンでした。あ、ズルックの進化。ズルズキン。悪格闘タイプズルズキン。ズルズルしてるのね。一応進化後だからこれも結構上がるかな。あ、こんなもんか。なんかバランスがわかんないですよね。さあ、じゃあ広大だから、あ、ちょっと待ってね、こっちだわ。秘密の行きます。秘密のはまだ全然こうポンプしたのがないので、少しずつやっていこう。さあ、どうだ。あ、これはオーダイル、どのポケモンにする？チョンチかな。はい、捕まえてこう。水切り、縦にね。モンスターボール。エクセレント。いけ。いけいけ。いけいけ。やったぜ。オーダイルゲット。水タイプです。オーダイル。うん、いいね。秘密の洞窟？洞窟。近くにポケモンがいるぞ。すごいパワーを感じるぞ。お、来た。すごいパワー。これは？どのポケモンに？レジなんちゃら。あ、こんな感じ。メタグロスも欲しいけど、じゃあ行く？ポケモン発見。伝説のポケモンだ。レジなんちゃらじゃないかな。レジエレキじゃないのかな。遠いな。モンスターボールを。エクセレント。いけ。
った。やったやった。ゲットだぜ。レジェルキ、合ってた。よかった。遠かったよ。天気タイプ、レジェルキ。よし、レベルアップ。おお、すごい上がった。ちょっとじゃあ次行こう。不思議な。どっちだ？不思議な海。海。近くにポケモンがいるぞ。ハリーセンか。絶対ゲットしようぜ。綺麗じゃん、これ。これのね、名前がわかんないんだよな。シードラか。なんだ。タツの進化したやつか。シュゲット。ゲットだぜ。シードラから進化したキングドラだった。キングドラでした。もう中途半端なこと言っちゃいけないよ。水ドラゴンタイプキングドラ。海もう一回行ってちょっとポンプしちゃおうか。遺跡の次が海だから、遺跡で投げればだいたい海になる。あ、違うのになっちゃった。ルギアか。え、そろそろここら辺やっとこうね。生拳でしょ。かわいい。曲げモーションね。はい、曲げよう。うまくできたかな。ゲットできた。やったぜ。やったぜ。生こぶしゲット。水タイプ生こぶし。生こぶしでレベルアップか。しまった。レベル80になっちゃった。もう一個ぐらい取ろう。ちょっとかっこいいので締めよう。レベル80だって。あ、あと1個捕まえればちょうど190になるしね。190まで行こう。どうしよう。じゃあちょっと運任せにハテナで。どこ？草原。ハブネーク。お、すごいパワー。え、絶対可愛いやつだけど。すごいパワーいっちゃう？ポケモン発見。幻のポケモンだ。誰？ゲットちゃん。名前わかんない。可愛い。リズムモーションだね。頑張ろう。リズムに合わせてモンスターボールを振ろう。今。痛い。お、これはエクセレント。ゲット確実でしょう。リズムモーションにも慣れたもんだね。ちょっとタイミングずれるとあーってなるけど、
今回みたいに完璧にね、あの当てることもできるようになってきた。はい、ゲット。綺麗に光ってる。なんか画面通すとモヤモヤしてるけど、結構はっきり星が見えるんだよね。メロエッタでした。メロエッタ、ノーマル、エスパータイプのメロエッタ、ボイスフォルムかなになります。かわいい。結構上がるかな。上がりそうだな。おー、すごいすごい。190体目メロエッタです。メロエッタリズムだったからな。ちょっと戻ってポケモンリストを見ます。今こんな感じ。あ、なんか追いつきつつあっていい感じになってきた。で、オノノクス忘れてなかったよ。オノノクスに変えて、一回変えて、長押しで戻ります。もう一回長押しして、ポケモンと遊ぼうやってみます。まっすぐ系だったから、まっすぐの記録に関わってくるんじゃないかという予測のもと、オノノクスにしました。どうかな。投げモーション来たかもしれない。完璧じゃない？これで取らなかったら怒るけど。なんでよーってなるよね。取って、そしてまっすぐの記録を出して、ナイスキャッチ。よくやった。やっぱりね、まっすぐだ。そういうことだわ。自分がゲットした時に使った技でポケモンと遊ぶやってく感じだから、曲げ曲げとかでゲットしたのは曲げ曲げになるし、今みたいに普通に投げてゲットしたやつはまっすぐのに反映される感じね。で、ギザギザはギザギザのやつだし、ふわふわの時は上にポーンと上げるし、で、ぐるぐるの時にはこうやってぐるぐるする感じになります。あー、すっきり。なるほどね。こうやって記録を作っていくのね。やったね。あ、これはもう同じポケモンだと同じことになるので、長押して戻る。はい、ということでレベル81まで来ちゃいましたけれども、次はレベル85まで。レベル100がだんだん見えてきた。レベル100になったらミライドン、コライドンが出現するんでしょうか。今のところいそうにないですよね。ちょっと根気強く頑張ってね、やっていきたいなと思います。星マークがつきつつあるんですけれども、まだまだなのでね、少しずつ全部こう埋めていきましょう。では次回も楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。